8月26日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー 今月はジャーナリストの峰村健二さんと評論家の江崎道夫さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。7月の全国消費者物価指数前年同月比3.1%上昇。中国恒大集団がアメリカの裁判所に破産を申請。岸田総理ガソリン緩和策の延長へ8月中の取りまとめを指示。 北朝鮮が発射したミサイルが太平洋へ通過。福島第一原発の処理水放出。ロシア墜落機の搭乗者リストにプリゴジン氏、ワグネルが死亡確認。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。8月24日木曜日に青山茂春さんと取り上げた北朝鮮のミサイル日本の上空を通過というニュース。北朝鮮の狙いについて伺いました。 それでは今週の「プレイバック」北朝鮮のミサイル日本の上空を通過日本政府は今日未明 J アラート・全国瞬時警報システムで北朝鮮がミサイルを発射し午前4時ごろに日本上空を通過した模様だと速報しました対象地域は沖縄県です 韓国軍合同参謀本部は北朝鮮が主張する宇宙発射体が南の方向に打ち上げられたと明らかにしました。北朝鮮が日本に通告した人工衛星打ち上げの可能性があり、日本とアメリカ、韓国が確認を急いでいます。 衛星ですと今年5月末に軍事偵察衛星の打ち上げに失敗して以来ということであります。で、一方で北朝鮮の国営朝鮮中央通信は軍事偵察衛星の打ち上げを行ったものの失敗したと伝えました。ロケット3ダメの飛行中に非常爆発システムにエラーが生じたとしております。 北朝鮮の国家宇宙開発局は今年10月に3度目の衛星打ち上げを行うと表明したということです。 まあ今入っている情報をまとめてお伝えしたというところであります。日本政府は NSC 国家安全保障会議の会合を総理官邸でも開いておりました。まあ、今のところ国内で何か被害がというようなことは入ってきていないというところであります。まあ、この北朝鮮のミサイルについて、まあ、もういろんなところで報道もされておりますが、改めて青山さん、その狙いであるとかどういったものと考えられますか あの、北朝鮮の最大狙いは実はお金ですよね。金。特に外貨。ドルを入手しないと、北朝鮮国内では工業製品も農産物もほとんど期待できないので、だから上も進行しているというふうに国連も懸念を深めていますが、はい、とにかくそのミサイル技術、あるいはミサイルを分解してこっそり売る、それから核の技術、はい、本当は核爆弾も売りたい。 でまあ、国連の監視、アメリカの監視が厳しくなってるんで、それは,それはなかなかできないけど、はい、まあソフトだけでも売りたい。で、実は莫大なああ売り上げを誇ってるいるんですよね。で、北朝鮮の収入源って他にまに、あ、ネットのハッキングで、不正にお金を、はいおまあ、入手するってこともやってますけれども、直接的な外貨でいうと、これしかないから、これ続けよう。えー 以外に独裁を維持する方法がないということですよね。ただね、このニュースで、どうしても言っておかなきゃいけないのは、はいはい、この、政府は、まあ、官房長官もほとんど寝てないような状況で備えて、はい、正しいんですよ。うん、それで、NSC 国家安全保障会議もちゃんと開きってやってますよね。はい、しかし、一方で中国が、沖縄県の与那国やハテル,ハテルマ島の目の前に、ミサイルを打ち込んだ。はい。 で、日本の e z の中にまあ打ち込んで、まあ、島の目の前って言ってもいいわけですけど、その時に NSC 開いてないんですよね。うんうん、去年の8月。はい。はい。これを住民との部会で何度も僕は政府を追求し、まあ、あ政府もまあ、困惑するわけですよ。なぜ困惑するかというと、やっぱこれは岸田総理をトップにした、首脳の判断で開いてないんですよね。うん。うん で、ヨナグの町長さんなどが住民との部会にわざわざおいでになって、噴撃、はいまあ、されたわけですよね。うん、で、北朝鮮のお今回のようなことだと、まあ大騒ぎを、大騒ぎするのは正しいんですよ。はい、じゃあなんでチャイナにはしないのかっていうことは、あの国民の安全、日本国の安寧を考えると、こんな深刻な話はない。むしろ北朝鮮がビジネスでこうやってあのミサイルを撃っては失敗する。特にこういう偵察、 衛星のような高度な技術は、やっぱりチャイナからもロシアからも実は来てないんだということが、入手できないんだと。あるいはハッキングによっても入手できないんだと。かと、くて。で、そういうこともわかるわけですけれど、この、危機はどのようなものにも対処しなきゃいけないのに、相手によってカウロを伺って対応を変えるって言うんだったら、 なきゃ安倍さんが、まあ、苦労の果てに作った国家安全保障会議、あるいはその下の事務当局である NSS、国家安全保障局、一体何のためにあるのかってことになりますから、一般的にメディアはそういうことに触れないので、やっぱこれは、あの、私たちが考え、私たちっていうのは、 主権者と主権者の代理人である私を含めた国会議員が特に住民党の議員は責任が重いと思います。はい。まあ、まさにそのね、覚悟の部分がどうなんだという話になると、あの、台湾の有事に関して麻生さんがそういった発言を戦う覚悟という表現をされましたけれども、そのためには備えが必要だという部分。これ 全体としてどうなんでしょうか麻生さんの発言っていうのは、はい、あれは抑止力の概念の基本を言ってるだけだと私は考えてます。はい、抑止力っていうのは戦争を防ぐために、まあ第二次世界大戦の尊い犠牲のもとに人類が学んだことですけれども、はい、実は平和を唱えるだけでは平和を築くことができなくて、もしも戦争が起きたら重大な被害,被害が自分にも起きると、例えば侵略を考える国に思わせる。 ことが抑止力ですよね。戦争を抑止する。はい、人が死なないようにする。でもそれは同時にですね。はい、言ってるだけじゃなくて、実際の相手が軍事行動を起こしたら、こちらも反撃しますよというのが担保されてて初めて抑止力になるんで、んその部分が今まですっぽり抜けていたから、はい、実は、国際法、 中でも日本人にとって馴染みがあるはずの国連検証にそれメイクされてるわけですよね。かつてそういう考え方がなかったので、第一次世界大戦の後、また第二次世界大戦になったので、はい、国連検証には、例えば国連加盟国は空軍の待機部隊を持ってと。なぜかというと世界のどこで紛争を起きても加盟国はそこに空軍飛ばして、武力を用いて平和を作れと、はい、いうことが検証に盛り込まれてるわけですよね。ところが日本は空軍もないわけですから、航空自衛隊しかありませんので、はい 軍法会議もないので、いざという時に行動できない恐れが非常に強い。だからそういう根本のことを言ったんで、戦争をやりましょうって言ったわけじゃないから、だから、あの、そのようにこう言うのはおかしいと思います。麻生さんは今まで失言もありましたから、から今回も失言かっていう受け止めになるのは、それは麻生さんの、はっきり言えば責任でもあるんでええ、それはそうなんですが、しかし言ってる中身はですね、はい、フルテキストでちゃんと見ると、ええ、抑止力の 根幹をおっしゃってるだけですよね。うん、で、それを台湾で言うことにはもちろん大きな政治的な意味があって、うん、まあ中国に対しては非常に大きなああ抑止力にもなるわけです、現実に。だから中国をすごく反応して、イ、うん、ギ,ギリスに反応してます、ね。身の程知らずって言ったのは憲法9条があるのに何もできないはずじゃないかと。でも 麻生さんは住民主党副総裁だけど、住民主党はもともと自主憲法の制定を掲げて、1955年に作った政党ですから、はい、それも根っこの部分を言ってるんですよね。だから今の、今日の話題は北朝鮮ですけれども、北朝鮮に対しても、実は同じ抑止力を発揮しなきゃいけなくて、はい、でもそれが例えば中国に対しては突然腰だけになるようではですね、北朝鮮もそれを見て、実は北朝鮮の時だけ国家安全保障会議開いても、抑止力に。 十分ななななっていいいいいとととうことは今回考えなきゃいけないと思います北朝鮮が成功しようが失敗しようが、それは私たちの姿勢の問題ですから。さあ、そしてこの北朝鮮との関連というか、向き合いでいけば、まあ、日本は拉致問題の解決をしなければいけない、はい、ここの部分も、これ、まあ、ミサイル発射したりとかしてきますけれどもうん、その根っこっていうのはやっぱり憲法に変わってきますか。 あの憲法で国の公選権をこれを認めないっていうのが救助の最後に書いてありますから、相手が国だったら国民を拉致されようが、領土を奪われようが、何もできませんと書いてあるのに等しいですから、うん、だから僕たちよりも北朝鮮や中国の、あるいはロシアの方が、よほど憲法の救助の意味を知ってるわけですよね。はい、だからそれを変えないと、あの根本は動かないということになりますが、うん、拉致事件について言うと、はい 北朝鮮実は上が進行してると思われるので、情報が足りないですけれども、ただ、あの、これも国連は非常に懸念をしてますよね。あの、国連はやっぱり今までのルートがあるんで、かなり情報を集めていてですね、独裁者のところに外貨が、その、ミサイル技術で結構入ってるんだけど、一般の人はこの夏なのに、普通、上に上が進行するはずが、夏でも上死にが出ていると。それで、やっぱり当てになるのは日本の懐なので、 日本は外貨大量にありますから、それで、その、北朝鮮にとって返せる人だけ返して、その代わり、北朝鮮が今まで言ってた、例えば横田めぐみさんはも死亡してるとか、そういう嘘を、本当でしたと、北朝鮮のおっしゃる通りでしたと、日本政府は言えと、それを飲むんだったら、今名前は申しませんが、限られた人、ごく限られた人、なき安倍さんも知ってた、そのことをやるよと言ってて、岸田さんが、まあ、その通りやるわけじゃないけれども、 それを含めて日朝首脳会談に前向きって話になってるわけです。だから、動いてるのは事実だけれども、はい、これで逆に他の被害者が取り返せないと、すべて同じ同法なので、あの、家族会のおっしゃってる、その、全被害者の即時返,返還っていうのは、はい、建前じゃないんですよ。まさしくやらなきゃいけないことなので、そこに逆に大きな懸念が出てるのも事実です。 はい、ただ安倍さんが亡くなったことで動き出したのも事実なんですよね。はい、あ、そうなん、ね、はい。だからさっき憲法のことを、その、飯田アナから問題提起ありましたけど、安倍さんがいなくなって、岸田さんの方がやりやすいって面はあるんですよ。うん。うん。安倍さんの時だともう警戒ばっかりされてましたからね。なるほど。はい。この後はこれからの1週間のニュースの予定と、来週のコメンテーターをご紹介します。 後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。日本放送アナウンサーの新行一課がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。ここで番組からのお知らせです。 飯田だ工事の OK ジーアップでは8月28日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィークそうです。ダブルコメンテーターウィークがやってまいります。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生で激論を繰り広げていきます。 初日8月28日月曜日は評論家の宮崎哲也さんと工事アップ初登場、元日本テレビ政治部次長兼解説委員、政治を知り尽くす政治ジャーナリスト、青山和弘さん登場です。29日火曜日は数量政策学者の高橋洋一さんとジャーナリストの須田慎一郎さん。30日水曜日は弁護士野村修也さんと政策アナリスト石川和夫さん。 31日木曜日は、ジャーナリストの峰村健二さんと、軍事評論家の小泉優さん。最終日、9月1日金曜日は、経済学者の飯田恵之さんと、エコノミストの片岡豪一さんです。えそして、ポッドキャスト YouTube の編集版には盛り込んでいないんですけれども、6時40分からの黒木ひとみさんの朝ナビには、オールナイトニッポンミュージック10でもおなじみの歌手の森高千里さんが毎日登場します。 えさらに千葉県の美味しい野菜、詰め合わせが毎日当たります。ぜひ、AM、FM、もしくはラジコで、生放送でお楽しみください。飯田浩事の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。8月28日月曜日の朝6時から。ぜひ、お聞きください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。8月27日日曜日。 日本維新の会の馬場伸幸代表が就任1年8月28日月曜日公明党の山口夏男代表が中国を訪問8月の月例経済報告発表関西電力高浜原発1号機が営業運転を開始大相撲秋場所番付発表8月29日火曜日定例閣議 立憲民主党の泉健太代表がベトナム訪問。7月の有効求人倍率、完全失業率発表。8月30日水曜日。4月から6月期のアメリカ GDP 改定値発表。8月の消費動向調査発表。第80回ベネチア国際映画祭が開幕。8月31日木曜日。 2024年度予算の概算要求締め切り7月のアメリカ個人消費支出物価指数発表8月のユーロ圏 GDP 速報値発表ローマ教皇がモンゴル初訪問9月1日金曜日定例閣議小池知事定例会見防災の日関東大震災から100年 8月のアメリカ雇用統計発表中国が輸出管理法に基づきドローンや関連機器の輸出規制を開始9月2日土曜日国民民主党臨時党大会及び代表選投開票この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと評論家の江崎道夫さんです オッケーコージーアップ週末増刊号この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手です。 呂卓大学客員教授で評論家の江崎道夫さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、これまでこの3回の番組の中では、このまさに大務、えー、外交、情報、軍事、経済のこの重要性というところについてお話を伺いました。 で、一方でですね、このま、日本もようやくその第二次安倍政権以降、この辺りを重視されて、あの、いろんなこう、法律なり、こう、構想なりができてきたというところはあるんですが、果たしてこれ、さ、うん、はさりながらこのスピード感的に、これで間に合うのかなと。まあ、この来たるべき台湾有事がいつ起こるかわからないですけれども、間に合うのかなっていうところっていうのは、若干ちょっと心配なんですけれども、 そうですねやっぱりそこはあの企業によってずいぶん温度差があるような気がいたしますね,ね。なるほどね、はい、温度差があると、まあ、峰村先生のところ今多分いろんなところからもう僕もいろんな企業からですねどうしたらいいのかと、はい、いうことで話を聞かせてほしいっていうことで、まあ、僕もずいぶん企業のいろんなところに回ってますがでも企業の側もやはりこのトランプ政権の時の米中対立、はい、米中貿易戦争 そしてコロナによるサプライチェーンの寸断、うん、そしてウクライナ戦争によるまあ燃料や食料のやあのエネルギーの高騰、はい、そういうさまざまなこの自由貿易でずっとやっていけると思っていたらうん、うん、政治地政治知性学的リスクやサプライチェーンの分断が物、はい、が手に入らないと、うん、いうこの政治から来るリスクというもの に備えないと成り立たなくなってきているということは実感として考える経営者増えてきたと思いませんか？ん増えてきてます。最近私も講演あの結構地方で最近呼ばれることが増えてきたんですけども、はい、割とこの地方の方々でも割とこのもう中国情勢とか米中対立について話を聞かせてほしいというのはすごく増えてきたなっていうの特にこのやはり。 1> 1年まあ、特にこの半年ぐらい増えてきたという実感ありますね僕もですねこの、まあ、言うときに、まあ、例えば、まあ、台湾有事のときにです、ねはい、日本企業は中国にいると、はいろいろやられたりする可能性もあるわけですね、はい、でそういうこの、ねあのまあ、在留、まあいる法人の人たちをどう守るのかという問題もあるんですが、はいうん、そのときにです、ねまあ、彼らがよく言うのは、はい、やっぱり中国に生産拠点を置いてきた。うん で生産拠点を置いてきてそれで儲かってきてるわけですね、うん、これまでそうですねで儲かってきた人たちが、ね、自分を社長に取り立ててくれた人なわけですなるほど、うん、だからその OB 恩人の人たちのやってきたことを 否定なるほど <laughs> 特に日本みたいなこう年功序列的なとこだとそうですよね。ういうような問題が一つとあとやっぱ中国に対してさまざまな投資をしてきて、うん、その投資の回収が不十分な時に生産拠点を戻すっていうことになると、うん、株主訴訟を受ける可能性があるわけですね。うん、でまた戻った時にじゃあどこで食うんだよって、うん そ,うね、その別のねマーケットがない中で戻すだけでいいのか、うんうん、というところがあってやっぱり動きが鈍いんですね。そうですね。特にやはりその中国、うんはい、よくチャイナプラスワンとかって言われてますけど、はい、じゃあ中国丸ごとあのでかさあの規模と、はいはい、でこの地理的にも近いところでどっか市場ってなるとなかなか難しい、ね、なかなか難しいですよね。うんはい、でその中でやっぱり僕がよく言うのはですね。 まずこの第2次安倍政権で国家安全保障戦略を作って、はい、でそれに基づいてその後、まあ、トランプ政権が国家戦略を作って米中対立は長期化すると、うんうん、中国はもうライバルであるとそうです、ね、ロシア中ロじゃなくて中,中国こそがあっていいということですね。ういう意味では中国との緊張関係や米中対立は続いていって、えーはい アメリカのマーケットと中国のマーケット両取りはできなくなるという大きなトレンドが出てきてますということと岸田政権が経済安全保障推進法を作って、うん、やっぱりサプライチェーンを国内に戻すことや、うん、日本の基幹技術というのを外国に盗まれないための法整備をやっているだからそういう意味でも中国との取引はリスクが高まってきてる、はい、というアメリカの国家戦略や 日本の国家戦略、日本の法整備が、はい、を理由に、うん、OB や、うん、株主が説得できる事態ができたんです。なるほど。国のせいにある意味できるわけですね。<う>なるほど。だから、いや、先輩方が一生懸命中国で儲けたのはありがたいんだけど、ね、アメリカが戦略を変え、日本も戦略を変え、うん、国内法もそういう法律ができて、うんね、もう、 技術もね、中国に渡せなくなりつつある状況の中では、うんでね、方針企業としても戦略を変えざるを得ないんです、という理由を我々政治は一生懸命作っているんだから、それを使ってくださいって説明の仕方をするんです、なるほど。確かにそうですね。それは説得力ありますよね。はい、すると、うん、あ、そういうふうに僕らは考えればいいのね。あの、あ、それだったら、 株主や OB にも言い訳が立つ、うん、うだからやっぱりそうやって政府の動きとか政治というのは企業にダメージも与えるけど、うんうんね、企業が生き残っていくための 理由そうです、ね、ある、まあ、チャンスにもなるチャンスにもなるわけだから、うん、だから政府のやっていることを正確に読み解いていく、うん、まあ交換情報ですね。うん、いうことが企業にとっては必然的に大事なことなんですと。うん、なるほど確かにそれは言えてもようです、ね、<laughs> はい、いうような読み解き方ができるようになりましょうなるほどという話を僕は企業の皆さんにすると。うん 伊崎さん、それはいいアイディアだとなるほど、<laughs> 使えます、うちでもっていうただ、一方でこのご著書の中にも出てきている日本のある不動産業者の方の話これ、非常に私、面白かったなと思ったんですが、あるアメリカの、はい、取引のあるアメリカの IT 企業の方ですか、ね。はいはい とにこう聞かれ、たと、はい、これ台湾で有事が起きたときにあなたの国はあな、あなたの会社はどのように対応されますかと、ガン、はいえー、詰めでこう聞かれたと、はい、だけど結局答えられなかったと、はい、このシーンが非常に私、印象的なんですけども、はい、こういう場面ってよくあるだろうなっていう風に思うんですが、これも今のさっきの。 あの、お話の中で言うとリスクの部分だと思って,てこれ例えばじゃあ仮に有事、もしくは有事に近いことが起きたに、うちごめんなさい、何もしてませんってなってくると、これもちろん経営者としての判断、ミスになりますし、それこそ株主からも、 これこそ突き上げられるリスクになるという中でいうと、はい、じゃあこれをどれだけの今の日本企業がこの台湾有事についてこう考えているのかというと、ちょっと心もとないなと思うんですが。これはだからやっぱり安倍あの、岸田政権が経済安全保障推進法を作って、うんで、それに基づいて大手の企業は次々にですね、経済安全保障の担当室を作り始めましたよね。そうでしたね。ええ。それは作っていく中で、台湾有事に伴って、うん あの直接的な軍事的攻撃を受けなくてもサプライチェーン、うん、例えば半導体の供給が途絶える、うん、また石油シーレーンが脅かされて、はい、あの保険料が上がるので、うん、石油や液化天然ガスの値段が上がるというさまざまなリスクが顕在化するわけですよね。うん、そののリスクに備えていいくとととう戦略部門を作るることが企業の責任であると、うん いうような文化を作ることが、このね、あのグローバルな企業としては SDDs です。それ,はい、それこそ持続可能な企業としての役割だし、うん、あの、コストが増えるという考え方ではなく、うん、そういうコストを引き受けることが、うん、リスクに強い企業としてのブランド価値を上げることなんです、うん、と。いうようなものの見方で、 この経済安保室で何なりやってほしいし、うん、そのためにじゃあどういうふうなことを考えたらいいかは僕らも協力をするのでね、うん、まあ沼先生もそうだしそういう専門家はいっぱいいらっしゃるわけだから、はい、そういう人たちの話を聞きながらあのグローバル企業としてリスクに強い、はいね、企業体質を作っていきましょう、うん、それを生まれ変わるチャンスだと、うんうん、そのためにも大務、うん、外交軍事経済インテリジェンスというのを理解する。うん で、実際にですね。僕はあの経済界の人たちのまあ、いろんな講演に行くんですが。あの、グローバルに経営をやっている企業の人たちはですね。最近はですね。社長会長が来るんじゃなくて、はい、社員たちを送ってくるんですよ。<ー>会社の僕のこの研修に、えーえー、それ20代30代のえー、あそれどういう意味なんでしょうか？いや要するにあのそういう。 経済安全保障室を作っていく上で、その若手のメンバーたちに、軍事、国際政治のことを読み解く力がない限り、会社を守っていけないんだ。なるほどそのための社員研修で、 だからいやもうこのね、もうお偉いさんたち、ほら、まあ、まあ、見れます、そ,そうでしょうけど。ほら、経済界の回復、お偉いさんがみんな来るじゃないですか。はい、大体。そうですね、なんとか、あの役員とか専務とか、そういう方が多いです。ねだけど、あのね、あの最近は、その、そういうところに。中堅の社員たちを、こさせて、僕の話を聞かせるっていうのは増えてきて。あやっぱり。変わりました。変わりましたね。本当になんか、ただ聞いて面白かったです。今日の話じゃなくて、やっぱり本当に。やらなきゃいけないっていうところに。やらなきゃいけないし、まあ、このね、この本の中でも 変えたように先ほどご紹介、うん、やっぱり大手のデベロッパーからすると外国の大手のグローバル企業が、うん、あなたのテナントにね会社を、ねあのね、借りるけど会話友人の時に、うんね、うちの社員が、はいね、飛行場まで行くたどり着くにあたっての、はいね、ルートを確保は当然あなた方どうしてるんだ、えー、難民が来た時に、ね、その治安維持はどうするんだ。えーうん そもそもね、政府と御社は、ね、そういう台湾有事、朝鮮半島有事の時に、どういう対応をするかという、どういう協議、また、地方自治体とはどういう協議、契約を結んでいるのか、ということを次々聞かれて、うんはいええ それに応えれないと、グローバル企業が来てくれないんですよね。しかもこれ大丈夫、あの、逆にこれ答えられないと大丈夫かこれうちのカウンターパートでってなって。<う>契約が取り消しとかってなりかねないね。なりかねないので、向こう側も淡くって、うんうん、で、やっぱり、これ誰に聞いたらいいんだよっていう中で、まあ経済界の人が、いや、そういうことの対応を、あの江崎さんごめんなさいしてもらえるとか言われて、呼ばれて、うんうん。なるほど。 でもう僕としてはだから、ね、トランプ政権バイデン政権の国家戦略はこうなってます。うん、ねペンタゴンの、ね、軍事レポートでは、ね、中国の台湾リスクっていうのはこういうふうに捉えています。はい、で日本政府としては経済安全保障推進に基づいて、うんね、もうすでにこういう有事対応のためにこういう予算をつけてっていうファクトですよね。フ、うんはい、ファァククトトがが大事です、ね、<laughs> そのファクトに,もに基づいいいててここううう動きがあるということを想定して、はい で国民保護法ということの担当室が地方自治体にあるので、うん、その国民保護法担当室の部局と、うん、有事の時の対応や避難経路についての協議をするということをお勧めします。とい、うん、う具体的に話をしないといけないので。と、ね、いうようなことをやっぱりでもそういうことを。 急速にに考える企業がいましたよねね確かそそこはそうです、ね、で質問もなんか昔ちょっと前までだと、うん、まあ台湾有事とかってまあないっすよねみたいな感じの前提の方が多かったのが、はいはい、最近はもうある前提でどういう,こう攻撃があるのかどういう圧力があるのかサプライチェーンにどういう影響があるのかってすごく質問がこう細かくなってきてるなという印象ありますね。はい、で逆にねこれ峰村先生も同じでしょう、はい、だからこそ台湾有事の時にまあウクライナ戦争でもですねもう半年 前にあのあのバイデン政権はです、ねはい、ロシアの動きを見抜いて警告も発していたわけです、ね、インテリジェンスをバンバン外に出し,し,た、ね、出してたやっぱり戦争はそのために準備、はい、兵力の配備や、はいね、あの武器弾薬の備蓄や、はいね、鉄道の、ね、強化やさまざまな準備があるわけですね、はい、予兆っていうのがあるわけですね で同じで台湾有事の時にアメリカ側も日本側も台湾有事の時の予兆っていうのを前提に、はいはい、どのところがどう動くと有事があるんだっていうことに関するインテリジェンスをフルでやってるわけですよね。でそれはある程度わかるわけで、うん、日本政府がアメリカ側と一緒になってそういう情報収集をしているんだから。うんうんうん 僕は日本の政府の側に台湾有事に関する予兆である程度のことはオープンインテリジェンスで,、はい、で伝えていきながら、うん、これは危険な兆候だよと、うんうん、いうことを知らせていくことで日本企業を守っていくおっしゃる通りですね,ねいうようなインテリジェンスの使い方をすることでやっぱりこのね 外地にいるる人たちををどどうう守りどう傾向を発するのかという意味ではインテリジェンスっていうのはものすごい重要なのでぜひとも政府のやってるインテリジェンスに関しては応援してくださいと経済界の人たちにもお願いするとあ俺たちの社員を守るためにはそういう能力向上は必要でそのためには偵察衛星はお金かかるけど。 重要なんですと言うとうあ分かったって。 本当にそのあたりの情報って、オープンソースインテリジェンスって、の割と手軽に手には入るものですよね、それを分析するのは難しいですけれども、ここ最近の特に台湾周辺における中国軍の演習、これも私も毎日ウォッチしてますけれども、もう異異常常でですすよねこれで何も起きないって言ってる人たちって、何をもってしてそう言ってるんですかっていうぐらい、やはりもうこの船の数、飛行機の量、さらにその作戦のもの すごく列度が上がってますので、はいはい、これを見てやはりなかなかちょっとないとは私は。しあとね台湾のね向こう岸のね、はいまあ、さまざまな港もすごい勢いで回収が進んでるし,、はい、し進んでるしそのね港にね抑留、ね、されてる船の数も増えているし、はい、その港まで来る鉄道の引き込み物の数も、はい すごい勢いで増えてますします、ね、完全に物量で、はい、台湾有事で大量の物量を運ぶ能力を身につけるための準備がすごい勢いで進んでるので、はい、特に鉄道がすごいです、ね、鉄道がすすごいですよね、えー、ものすごいあの重いものを運べるように回収したりとかしてますのでそうそうこれは、まあ、あのちょっといくらの故郷同士でやるにはえらい <laughs> 大規模すぎまで やるよような話な話じゃいですよね,ですよねだから仮に結果として苔としだったらいいんですけども、はい、ここまでやるぞって言ってるわけですよね習近平国家主席に関して言うと2012年にもう就任したときから祖国統一するんだってもう10年以上言ってるわけですよね、はいはい、なんでこれをあ,のあいつの口だけだって言えるのかってその専門家の人たちのほうが分からない,らない意味は不明ですよね、まあ、もちろんねそれ口だけで言って実際に港の整備が進んでないとか、はい、だったら分からないでもないです けどね、港の整備や鉄道網やあとね、まあ、偵察衛星で、はい、まあアメリカ軍も、ね、日本もや見てますけど、はい、台湾のね 向こう岸の倉庫の数がどんどん増えてるわけだから。ね、意思とまさに能力が一気に上がってるわけですよね。あれ見てですよ。うん、準備してないなんてありえないでしょう。ですよね。<laughs> 本当に理解不能なんですが、私も。うん、あの、本当にそういう、なんていうんですか、空気な議論をしてもしょうがないと私は思うんですね。うんはい、だからこそ、これまさに、あの、今回のこのシリーズご紹介させていただいたこの江崎先生の本。なぜこれを知らないと、うんえー、日本の未来が見抜けないのか、大。 「政治と経済をつなげて読み解く大名の力と」と k、はいえー、川から出されたこのご著書をぜひ、はい、これ本当に色あにものすごく読みやすく、はい、あの書かれてるので、はい、あのお勧めします。 あの、経済界の皆さんにぜひとも読んでほしいということで。そうですね。あの、まあ、経済界の人たちも読みましたってって、あの、いや、助かりますって言ってくださいます、ね、そうですよね。かなりこの、具体的な事例をすごく載、はい、せてらっしゃるので、ぜひ、はいはい、あの、このあたり、あの、皆さんにご覧いただければというふうに思っております。はい、えー、今月は、麗卓大学客員教授で評論家の江崎道夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。 オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩のオッケーコージのアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。 ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。